はいこんばんはえ今日の県内は荒れた一日となりました今の静岡市内風が強い状況続いていますえまずはこちらからご覧ください今朝の静岡市内は土砂降り視界が悪く傘をさしても濡れてしまうほどです台風9号は温帯低気圧に変わりましたが県内は湿った空気が流れ込み雨雲が湧きやすい状況に各地で大雨となりました また、今日は風も強まったんです。朝霧高原ではお店の隣に設置していたテントが強風で倒れました。瞬間的に20メートル前後の突風が吹いたところが多く、風の影響も出てしまいました。 で荒れた原因の一つの雨雲の状況今の状況を見ていきますとこのように山間部を中心にまた所々雨雲が点在していますで今夜遅くまで雨雲が湧きやすい状況が続きますので急な雨にはお気を付けくださいそして朝は回復するんですがポイントはこちらです晴れて吹く風が熱風となりそうなんですではまず今夜の天気図から見ていただきたいんですけれども これが元台風9号ですもう雲の巣のように等圧線が混んでいまして風が強いということを表しています明日もこの影響を受けてしまいそうですでは具体的に雨風波の注意警戒時間を見ていきたいと思います 雨ですけれどもこの後日付が変わる頃まで風なんですが明日も、えー、注意報レベルの強風が予想されています波今西部中部伊豆に波浪警報出ていますけれども明日の朝まで続いてしまいそうまた今大潮の時期ですから午後9時頃までは高さようにご注意ください、えー、50ミリから60ミリくらい、えー、この後日付が変わる頃くらいまで一気に降る恐れがまだありますのでお気をつけください30メートル横風ご注意くださいで波の高さは西部中部伊豆で6メートル が予想されていますそして熱海のピンポイント予報を見ていきたいと思うんですが日差しが届くんですけれども明日の朝風がもうずっと強いんですで今日の最高気温が30度から32度くらいでしたが明日はもっと上がりまして33度予想されていますということでもう吹く風が全部熱風になりますので熱中症は危険レベルです熱中症警戒アラートも出ていますのでくれぐれもお気を付けください